選挙結果の図。数字は各州の選挙人数。ルーズベルトとトルーマンが勝利した州、デューイとブリッカーが勝利した州。1944年、アメリカ合衆国大統領選挙は、アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦して心が奪われている時に行われた。現職大統領で民主党のフランクリン・ルーズベルトは、過去のどの大統領よりも長くその職にあったが、人気は衰えていなかった。1940年の選挙時とは異なり、ルーズベルトが民主党候補者として、もう一期の選出を求め出馬することにほとんど疑念はなかった。この年の対抗馬は、共和党のニューヨーク州知事トマス・E・デューイだった。デューイは、精力的に選挙運動を行ったが、世界大戦の最中に、ルーズベルトが4回目の当選を果たすことに疑問を挟む者は、ほとんどいなかった。ルーズベルトは人気があり、戦時の現職として、ほとんど公然たる反対に合わなかった。民主党内、特に南部では保守派の数が増えて、ルーズベルトの経済及び社会政策に懐疑的なものが増えていたが、あえてルーズベルトに反対する者は、ほとんどおらず、容易に再指名された。指名投票の結果は、以下の通りだった。党内保守派は、ルーズベルトの再指名を止めることができなかったが、大統領の外見が明らかに身体的に衰えており、秘密の健康問題という噂もあったので、多くの大議員や党指導者は、現職副大統領ヘンリー・A・ウォレスには強く反対した。ウォレスは保守派の多くの者にとって、大統領を継ぐ可能性がある者としてあまりに左翼的であり、変わり者に過ぎた。多くの党指導者が、ウォレスの指名には、反対することと、ミズーリ州選出のアメリカ合衆国上院議員で、上院戦時調査委員会の議長としてよく、知られるようになった、中道派であるハリー・S・トルーマンを、新しい副大統領候補として提案することを、ルーズベルトに、個人的に伝えた。ルーズベルトは、個人的に、ウォレスを好んでおり、トルーマンについてはほとんど知らなかったので、党の結束を維持するために、トルーマンを新しい候補者として受け入れることに躊躇した。それでも、多くの革新的大議員はウォレスを捨てることを拒み、最初の指名投票ではウォレスに票を投じた。しかし、北部、中西部及び南部の大きな州の大議員が2回目の指名投票で、トルーマンが指名を得るに十分な票を投じた。ルーズベルトの健康が衰え、翌1945年4月には死ぬことになったので、この副大統領指名をめぐる戦いは、歴史的な意味が大きくなり、トルーマンは合衆国、第33代大統領になった。副大統領指名投票の結果は、以下の通りだった。ルーズベルト大統領は、ダグラス・マッカーサー将軍と軍事戦略を協議するために、南太平洋に旅し、党大会には出席しなかった。このために、20世紀で大統領候補者が全国党大会を欠席したことでは、最後の機会となった。共和党の指名候補者1944年の共和党指名有力候補は、1940年選挙での大統領候補者ウェンデル・ウェル・ウィルキー、党保守派の指導者で、オハイオ州のロバート・タフト上院議員、及びニューヨーク州知事のトマス・E・デューイだった。デューイは多くの悪名高いマフィアの人物、中でもニューヨーク市の組織犯罪ボスとして、最も有名なラッキー・ルチアーノを監獄に送り込んだ、ギャングバスター検事として、全国的な名声が上がっていた。しかし、タフトが出馬しないと宣言して、多くの者を驚かせた。その代わりに、やはり保守派で同郷のオハイオ州、知事ジョン・ W ・ブリッカーに対する支持を表明した。重要なウィスコンシン州予備選挙でデューイは、ウィルキーとダグラス・マッカーサー将軍を破り、このことでウィルキーは候補者を降りた。シカゴで開催された1944年、共和党全国大会では、デューイが容易にブリッカーを最初の投票で破って指名された。続いてデューイはブリッカーを副大統領候補に選んだ。ブリッカーは拍手喝采で指名された。共和党はニューディール政策に反対する選挙運動を行い、戦争の終結が視野に入ってきたので、小さな政府と規制の少ない経済を求めた。それでも、ルーズベルトの人気が続いていることが選挙の大きな主題になった。ルーズベルトは健康が優れないという噂を鎮めるために、10月に活発な選挙遊説を行うことを主張し、市内の通りではオープンカーに乗った。選挙運動の最高点はルーズベルトが労働組合指導者の集会で演説した時のことであり、その演説はラジオで全国に流され、共和党がルーズベルト政権は腐敗し税金の無駄遣いをしていると主張していることを揶揄した。特にルーズベルトがアラスカ遊説で置き忘れてきた愛犬のスコティッシュテリア、ファラをホワイトハウスに戻すためにアメリカ海軍の駆逐艦を派遣したと共和党が主張していることに対し、そのような噂をファラは怒っていると言って冷やかした。この演説は労働組合指導者たちの大きな笑いと拍手に迎えられた。デューイはこれに対抗して3日後にオクラホマシティで行った辛辣で党派的な演説をラジオで流し、ルーズベルトは大都市の民主党組織とアメリカ共産党を腐敗させるにはなくてはならない存在だと非難した。また、ルーズベルト内閣の閣僚をごちゃ混ぜ、狂うと言った。しかし、選挙期間中に、例えば1944年のパリ会合や10月のフィリピンにおけるレーテ沖海戦など、ヨーロッパと太平洋の戦場でアメリカが成功を重ねたことで、ルーズベルト優位は動かなくなった。11月7日の投票日、ルーズベルトはデューイに対して余裕のある勝利を得た。ルーズベルトは36の州で432の大銀票を獲得し、一方デューイは12の州で99の選挙人票を得た。一般投票の得票数はルーズベルトが2561万2916票、デューイが2201万7929票だった。デューイはルーズベルトと争った過去3人のどの候補者よりも善戦し、ルーズベルトの出身超ニューヨーク州、ハイドパークやトルーマンの出身地、ミズーリ州インデペンデンスで、ルーズベルトに勝ったことで、個人的な満足を得た。デューイは次の1948年でも共和党の大統領候補として出馬し、再度敗れることになるが、さらに接戦になった。いくつかの情報源によれば、この選挙の興味ある裏話は、デューイがルーズベルトを告発できるいくつかの情報を、持っていたということである。真珠湾攻撃の前に、アメリカ合衆国情報部門は、日本の暗号を解読していたことを発見した。まだ、日本との戦争は終わっていなかったので、デューイはその情報を明かさないことにした。この大統領選挙は、主要政党の候補者が2人ともに、ニューヨーク州出身ということでは、最後のものになった。他にも次のような記録があった。州ごとの結果接戦だった。州青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差 1% 未満、オハイオ州 0.37%、得票率差 5% 未満、ミシガン州 1.02%、ニュージャージー州 1.35%、ウィスコンシン州 1.80%、ワイオミング州 2.47%、 ペンシルベニア州 2.78%、 ミズーリ州 2.94%、イリノイ州 3.47%、アイダホ州 3.49%、メリーランド州 3.70%、ニューハンプシャー州 4.24%、アイオワ州 4.50%、オレゴン州 4.85%、メイン州 4.99%、得票率差 5% 以上 10% 未満、ニューヨーク州 5.01%、コネチカット州 5.36%、ミネソタ州 5.55%、インディアナ州 5.65%、マサチューセッツ州 5.81%、コロラド州 6.81%、ニューメキシコ州 7.03%、ノースダコタ州 8.35%、デラウェア州9.11% ケンタッキー州、9.23% ネバダ州、9.24% モンタナ州、9.35% ウェストバージニア州、9.78% ボーターターンアウトインプレジデンシャルエレクションズ、ハットフォーザフォースタイムタイム、ハットリチャード C ベイン&ジュディス H。ペリス、コンベンションディシジョンズ&ボーティングレコーズ、ピアニッシモ266から267、1944プレジデンシャルゼネラルエレクションデータナショナル。2013年4月14日閲覧。ありがとうございます。